ミン、トミンちゃんですや。本日はユノと会う日ということでお揃いのカチューシャをしました。実はこちらのカチューシャ買ってからお互い一度もつけていなかったのですが、なんとなくこの日急に思い立ってつけたらユノも全く同じタイミングで思い立っててくさ。そんなわけで本日は武蔵境にやってまいりました。ちょっと最近自分を見失いかけておりまして、こんな時は欲望に素直になるべしと、本来あった予定をキャンセルして武蔵境の図書館に行こうと思うのです。昨晩たまたまその話をユノにしたら行きたいカフェがあるということなので一緒に行くことに。お昼ご飯は適当に調べて出てきたハンバーガー屋さんに行ってみましょう。ハンバーガーキング天夜ココイチって、私もうマジここ困らんわ。私の好きなものばっかりやんか。こちらですね、コックテイルハンバーガーズ、鶏肉を使ったハンバーガーのお店です。なんだか目を引く豪華なハンバーガーが8種類、どれも少し変わっていて悩んでしまいますね。隣には可愛いパン屋さんも。お土産に買っていこうかしら。それではいざ行ってみましょう。あ、これ中は繋がってたんですね。悩みに悩んで私はジャパニーズ照り焼き、ユノはカナディアンベーコンエッグをチョイス。水持ってくねと言って銀色のレバーを握るユノ。どう見てもそっちはビールサーバーだからやめてほしい。しばらくしてきました。ベーコンエッグと照り焼きバーガー、和風だからとレンコンが入ってるのは斬新。いただきます。フォークやナイフはないので豪快にかぶりつくしかないスタイル。バンズもふわふわで香りがあってとても美味しい。鶏肉のパティとその他の具材もナチュラルな美味しさ。セットでポテトも注文しました。テイクアウトもできるみたいでとてもいいですね。ごちそうさまでした。隣のパン屋さんも目を引くメニューがいっぱい。あんことカマンベールのマリトッツォ風パンが人気なんだとか。私はお土産にカスタードクランベリーとオレンジショコラを購入。そんなわけで腹ごしらえも済んだところでお目当ての図書館にやってまいりました。こちらが武蔵野プレイス。図書館とかカフェとか児童館みたいなそういうのの複合施設っぽいやつです。プレイスは高校時代に存在を知り以来たまに来ているのですが、ほんとマジで図書館が最高なのです。無慈悲に鳩を追い詰める湯の取り囲む湯の。プレイスは施設自体もとてもおしゃれで綺麗だし、本の品揃えも充実しているのです。1階にあるカフェでは本を持ち込んで読むことができます。メインライブラリーは地下1階。いろんなジャンルの棚がずらり。仮眠は基本的に小説や物語が苦手な現実主義者なので、心理学や倫理、哲学などの知識本を読んでおります。まあ、そもそも本を読むのが年1くらいだけど、地域の中高生が書いたようなおすすめ本ファイルもありました。すごい。最近の漠然とした悩みですが、なんだか最近なすことに使命感を感じてしまい、純粋に楽しめていないような気がするのです。あ、ずれずに生き抜く、いいね、ぶち抜く、あねばならないよ、捨てて生きる、これ私じゃ。中でもインパクトのあるタイトルだったためこちらの本をチョイス。何したの。ユノは私とは真逆で文学女子。読みたい本がたくさんあるそうなのですが、まさかの全部在庫切れ。なんとか一冊見つけてカフェ。先ほどの悩みの話の続きですが、興味があって始めたはずなのにいつの間にか苦しくなってしまったり、好きだったはずのことが楽しめなくなったり、いらん不安感に怯えてしまったり、やる気が起きないことに罪悪感を感じてさらに逃げたくなってしまったりすること、皆さんはありませんか？私は多分前世怠け者なんじゃないかっていうくらい、もうできることなら常に布団の中で何も考えずに天井を眺めていたい人間なので、定期的にこの悩みにぶつかっている気がします。それでも今はかなり好きなことをして生きていますが、なぜか自分で自分に義務感を植え付けてしまう癖があるのです。自覚はないのに頑張りすぎていると周りから言われたことのある人、おそらく同じ人種です。このような人は往々にして自分に厳しく、あれもこれもこのレベルでやらないといけない、周りのみんなだってやっている、そう自分を追い詰めるあまり楽しむ心の余裕すらなくなってしまうのかもしれません。すごいな、私も今2ページしか読んでないけど、私この人になりたいわ。今読んでいる本はツイッターで有名なプロオゴラレアさんが書いたもの。定食にはつかず人からご飯をおごってもらい、その体験談をツイッターで発信している有名人です。私が自分にプレッシャーをかけてしまう大きなきっかけの一つ、お金。それに対して不安感を感じる必要のなさや、むしろ使うことのメリット、思ったより人生は肩の力を抜いて楽しんでいいのだと思わせてくれるような考え方がたくさん書いてあり、真面目すぎる人にこそ読んでほしい。私が人生観についてうなっている前で美味しい抹茶の本に感動する湯の平和。今日のこの一瞬で私がこの本を、私の人生の教科書になりつつある。素晴らしい出会いだった。素晴らしい出会いだね。やはり直感に従ってここに来たのは正解だった。私を含め何々しなきゃ、何々すべきという考えにとらわれやすい人間は自分の本当の欲望を見失ってしまうことがある。子供の頃から親などにステレオタイプな教育をされてきた人に多いのかもしれない。だがしかし、そんな時こそ自分のわがままを聞いてあげてほしい。自分が素直に楽しめる道を、それが変化した時にはまたその新しい道を、常に自分のワクワクと直感にチューニングを合わせて生きていくこと、それこそが生きるコツだと私は思うのです。この本にはとても勇気をもらいました。皆さんもぜひ。さて、毎度のことながら宗教を
開いたところでユノが行きたがっていたカフェに向かいましょう。それがこちらノリズコーヒー。ゆるキャンが大好きなユノがキャンプをしたいというのでその場で申し込むことに。ただいまの仮眠し先ほどの本の影響でブーストかかっております。楽しみ。洗練された雰囲気のおしゃれな店内。私コーヒーには点で詳しくないのですがなんか豆が選べるらしい。そしてこちらで人気なのがプリン。おしゃれなカフェでまったり。 YouTuber あるあるかもしれませんが基本的に家に引きこもって画面しか見ていないのでたまにはこういう日もいいですね。プリンもとても滑らか。携帯を見て彼氏が4時頃帰るってというユノ。去年まで平日毎日12時間以上働いていた私たち、今ではお互い平日にも時間を取りやすくなった。贅沢だとも思うかもしれないがこれはこれでかなり不安定な道を歩んでいる。それでもお互い好きな道を選び前よりは幸せに自分らしく生きれていることに幸せを感じる。一昨年の自分たちに聞かせてあげたいものだ。カフェの隣に趣のあるアンティークショップ的なものがあったのでチラ見。サンダーバードじゃん。父親がめちゃめちゃ喜ぶぞ。そんなわけで夕方頃解散。ユノを撮ったつもりが全く映ってなかった。今日はとてもいい発見のある一日でした。皆さんも使命感に駆られすぎず直感に従って行動してみてください。思わぬ発見やチャンスと出会えるかもしれません。まあ、トリマ武蔵境プレイスは最強です。また来ます。それではおやすみ。あーまた母上母上What?